金融市場とは、資金の貸借取引が行われる場、あるいは、資金受給が調整される場ないし家庭のことを言い、金利はそこに成立する価格のことを言う。この場合、資金の貸借取引の範囲ないし、資金の正確移管によって、金融市場の意味も公共様々に理解される。最高儀の金融市場は、国民経済における金融的な資金の流れの全体を指すことになる。 それは、地図の個別市場ないし部分市場から構成され、それに応じて、手事の金利が形成される。例えば、取引される資金が短期か中長期かによって、短期金融市場と長期金融市場に、資金の調達形態によって、貸出市場と証券市場に、さらに借りてないし資金使途によって、産業金融市場と消費金融市場などに分けることができる。貸出市場は、 金融機関と顧客との間の資金対策の市場であり、貸出資金の期間の長さによって長期貸出市場と短期貸出市,市場に分けられる。また、金融機関と預金者との間には預金市場がある。貸出市場と預金市場を合わせて金融機関市場と呼ぶこともできる。これは、金融機関と顧客との相対取引で行われ、顧客市場である。 これに対して、証券市場は、公開市場、すなわち原則として、誰でも自由に取引に参加できる市場である。証券市場は、有価証券である株式、公社債が発行され売買される過程を総称したもので、取引される証券の種類によって、株式市場と公社債市場に分けられる。また、株式、公社債それぞれについて、取引の対象が新規発行証券か、 既発行証券化によって発行市場と流通市場とがある。前者において資金の調達、後者において証券の流動化と市場価格の形成が可能となる。短期金融市場にはコール市場、手形市場、原先市場、CD 市場、政府短期証券市場がある。コール市場と手形市場は金融機関相互間における コール資金取引あるいは手形売買取引を通じて短期資金の貸借が行われる銀行間市場である。伝統的に端子市場とはこの量市場を指し、そこでは金融機関の支払い準備の過不足の調整が行われる。これに対して原先市場と CD 市場は一般企業、機関投資家、非居住者も取引に参加しているので公開市場である。 政府短期証券市場は、アメリカ、イギリスでは極めて発達し、短期金融市場の中心になっているが、日本ではまだ十分に発達していない。なお、いわゆる超短期金融市場とは、証券市場と短期金融市場を合わせて呼んだものである。以上は一国の中の金融市場についてであるが、対外決済や対外的な資金移動に関連して、 外国側はせの売買が行われる場である外国為わせ市場も抗議の金融市場の一環を形成することになる。主々の個別市場が存在しているが、それらは立体的に工作して全体として抗議の金融市場を形成している。どこの国でも金融制度は中央銀行を頂点とし各種の市中金融機関を株組織とするピラミッド型に構成されている。 金融市場もこうした金融機関の構成に対応して形成されている。金融市場は時には政府当局の育成策によってその整備が図られたが一般的には経済の発展、金融機関の発達とともに自然発生的に発達してきた。金融市場の役割はミクロ的には個々の経済主体の収入と支出のギャップを埋め、 支出決定の自由度を高める点にある。それはまた、金利の働きと相まって、マクロ的には、経済全体における資金を生産的用途に振り向けて、資金効率を高め、経済の成長と安定に寄与する点にある。私企業、個人、民間金融機関の自由な活動が前提となっている自由経済の下では、資金の受給の調整及び配分は、 金融市場における金利メカニズムによって行われるからである。金融市場はイギリス、アメリカ合衆国において最も発達している。イギリスは世界に先駆けて産業革命を達成し世界の工場となったが同時にロンドン金融市場は世界各国から超短期資金を吸収し世界の銀行としての役割を果たした。ニューヨーク金融市場は 第一次世界大戦後ロンドンに代わって世界の銀行としての役割を果たすようになった。ロンドン、ニューヨークの金融市場は国際金融市場と呼ばれるが、それはそれぞれ自国と海外との貿易決済や資金交流が行われるだけでなく、第三国同士の資金決済もそこに集中して行われているからである。ニューヨーク市場は米ドルが 国際通貨として使われているためであり、ロンドン市場は A ポンドがかつての国際通貨としての地位を失ったが、ユーロダラー取引がロンドンを中心に発達したことによるものである。日本では従来、コール市場と株式市場は発達していたが、オープンの短期金融市場と公社債市場の発達は遅れていた。しかし1970年代後半以降、 国債の大量発行と金融の国債化の進展に伴って超短金融市場は急速に拡大し金利の自由化も進展を見た。また日本経済の国際的地位が高まるにつれて外国為替市場も急店舗で拡大し円の国債化が進み1986年12月には非居住者間の金融取引に租税や為替管理上の特典を与えられた。 東京オフショア市場が設立されるに至った。中国では長年香港が金融の中心であったが国際金融センター指数の評価では2019年から2020年香港民主化でも以降は2020年3月より香港よりも上海が上位となった。ありがとうございます。